起立気をつけ、ふみのの TV でーす。はい、はい、というわけで皆さん、お、ここはどこですか。今日はどこ、ここサッカーコートを貸し切っております。どこ、ここただですね、ここどこ、いろいろ都合があって、ここどこ、あと20分しか撮れないと。おい、あ、ここあ、だ時間ないから。あ、ちょっとね、時間の都合で20分でこの電気が消えてしまうというね、はい、時間に追われてる中の撮影ということで、ハンドボールとサッカー異種競技対決よ。はい、異種競技対決、うん、どっちが、まあ、PK 戦をして投げる方と、投げる方と蹴る方で、はい、どっちが勝つかというのをもう今日ね、もう決定したいと思うんですよね。そうなんですよね、はい、なんかこう手使ってるやつってなんか何でもかんでもなんかこう優位に立ち下がるんですけど、まあ、もう結局足だと、手ですから、ね、手ですから結局足だと、うん、だって皆さん、はい、だって足で文字書けます？書けないですよね。ルールは5本勝負です。5本中たくさん決めた方の勝ちです。よーい、始め。先攻後攻レッチング。はい、というわけで、勝ちましたんで先攻でいきます。あー、恐竜、あー、なめんな、あー、僕高校です。俺中学、俺大学で。うわ、お兄さんやん。お兄さん行きまーす。お兄さん、はい、ではハンドボールの維持を見せたいと思います。距離はね、だいたい10メートルぐらいかな。行きます。おいおい、余裕すぎました。ちょっとパワー。まあ、足なんで、なんかこうね、強く蹴っちゃうのもかわいそうかなと。軽く蹴りたいと思います。まあ、相方なんでね、リョウが怪我しちゃっても困るんで、すごい手加減をした、そういった戦いで進めていきたいと思います。またのご利用をお待ちしています。今日みんな見てくれてありがとう。正直、手と足だとどうしてもね、ハンデが出ちゃうんで、左手で投げちゃおうかなと思ったんですが、右手で投げます。怒ったかな。俺の名前はアーニャ・フォージャー。まあね、一回ぐらい止められとかないとフェアじゃないんで。漆黒の打点師ジャンヌ・ドルク。ちょっとさっきね、助走なしで一旦気づきました。なんで今回は助走ありでいきたいと思います。あー、外してもらった。ボール濡れてた。今ボール濡れてました。ボール濡れてました。まあ、もうこのままね、呼んじゃいたいと思います。僕メンタリズムやってたんで、えぐいやん。もうどっち組に打たす方向も誘導してます。今えぐいやん。はい、知らず知らずの動作の間に、絶対そっちやん。もう一回行くから、そっち。今俺全部そっち蹴ってるから、そっち行くよ。僕は倒されたんだ。ずる、漆黒の打天使ジャンヌ・ダルク。子供を教育する立場の人間がこっちに打つって言ってあっちへ打ちましたよ。見ました？これちょっと考えられないですね。僕はもう予告通りのところを打って普通に予告通り決めちゃいます。そっち投げるから。 OK、 いきます。やー、やー、
告通りのとこ投げてちゃんと決めましたんで、バーン、バイバイ。4本目今何本ある？今4本目蹴った。次じゃあ俺5本目か。これ1,2,3,4 投げたから次5本目で。あ、違うわ。次6本目。そうだ、5本ってことはもう終わってる。ほんまや。あれちゃん、トミーがノン止めんかったから俺負けたんじゃん。負けたよ。負けました。喜んでない俺。全然喜んでないやつや。まあね、あのこんなにたくさんの方が、まあ、応援してくれる中で、まあ。あのハンドボールっていう競技にだいぶ注目ね、今回のこの戦いで集まってきた、まあ、そこでちょっとこういう不甲斐ない結果になってしまったっていうのは非常に、まあ、ハンドボールっていう競技に対しても申し訳ないですし、私自身にねいろんな責任を、まあ、感じる戦いでしたね、まあ、今回5本勝負ってことだったんで、こっちこっち俺おるからさ、なんか誘って次6本目のお願いするんかなと思ったらなんかさハンドボールの熱いお前語られても俺ずっとあっこで待ってたよまあそっちがお願いするなら別に6本勝負にしても全然構いませんけども、うん、構いませんけどお願いします。飲むな飲むな飲むな、それ飲んだらいろいろ回収できんくなる。もう半回答はいいや、お前が頼む方。あーオッケーオッケーオッケー、もう一回まあ別にそっちがお願いするんやったら別に俺が俺がやってあげてもいいけど、別に6本勝負にしてあげてもいいけど、お願いします。飲むな飲んだら飲むな飲んだら飲むな飲むなら飲むな乗るなじゃない。じゃあ6本勝負でいきたいと思います。はい、ね、どうしてもって言ってるんで、じゃあ6本目いきます。まあ助走ありなんでハンドボール決めちゃいたいと思います。あっち行きます、あっち側行きます。こっち側に投げてくることはない、恐怖心があったな、ちょっとトラウマがあって、だからこっちの得意コースはこっち、はい、あーそっちも、あのもうフミ投げなくても負けましたね。ちょっとさ、ここカットしてもう一回やろう。あ、いいよ、カットしていいって、カットしていいって、嬉しい、カットしていいって、カットしちゃいます、カットしてもう一回6杯目からいって、かっこよく決めちゃうんで、ちょっとハンドボールファンの皆さんちょっと待っててください。はいはい、おいで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 もぎ取ります。あーちょっとだるいな。というわけでね、あのフミの勝ちです。ありがとうございます。上手だったですね。ちょっとね別のあの対決でまたリベンジしたいと思います。顔見ました、見ました、この人この人5本目で僕勝ってたんですよ。勝ってたんですけどなんか6本なんか数え忘れた。ということで、セオドセイ、もう一回やろう、もう一回やるか、もう一回やる、ちょっとさ、もう一回やろう。第2回戦わっしゃー、正直スローモーションでした。で、しかもこれ助走ありなんでハンドボール勝利不可避なんです。最後まで見てくれたみんなありがとな。高評価とチャンネル登録も忘れんじゃねえぞ。